こんにちは。先端技術センターの高見秀樹です。国立天文台三鷹キャンパス、その一角にちょっと意外な施設があるのをご存知でしょうか。ここ先端技術センターでは、現代そして将来の天文学を支える観測装置の研究、開発、そして製作までを行っています。センターでは国立天文台のさまざまなプロジェクトと協力して、観測装置に使われる機械の設計や加工から最先端のセンサーの開発、それらの性能を評価する測定設備に至るまで、専門のスタッフが日々技術の向上に努めています。天文学は新しい観測手段とともに発展してきました。私たちはその時代の限界を超える技術に常に挑戦し続けています。